どうも皆さんこんばんは、NMです。今回は東京グールリインボークの最新情報についてお話ししていこうかなと思います。 V ジャンプ公式チャンネルで公開された情報になります。前回に引き続き2周年イベントで登場するキャラクターについての紹介になります。ということで、コクリア編のフクロアリマがついにインボケに参戦します。早速スキルの方を見ていきましょう。まずスキル1から。スキル、これで望み通りか。レベル5。3ターンの間、味方前衛の攻撃力を 2.5 倍にする。敵単体に攻撃力 ×1.4 倍の10連ダメージを与え、武器耐久値をマイナス10する。金木が自身を3倍にするのに対して、有馬は味方前衛の攻撃力を 2.5 倍にします。3から 2.5 で落ちてるんですけど、これはかなり高倍率のバフです。エトが 2.25 倍という倍率だったんで、それを超えましたね。倍率は落ちているんですけど、金木よりも多い連続ダメージを与えます。そして武器耐久値削りも金木より2つ高い数値となっています。次にスキル2。これが覚醒のスキルですね。スキル、使うのはお前が初めてだ。バトル終了まで永久覚醒状態になり、自身のスキルゲージ増加量が2倍になる。これは金木と一緒ですね。永久覚醒がアニマにもついています。次に覚醒後スキル。スキル、使うのはお前が初めてだ。3ターンの間、自身の攻撃力を 2.5 倍にする。敵前衛に攻撃力 1.4 倍の10連ダメージを与える。敵単体に攻撃力 1.2 倍の10連ダメージを与える。金木が味方に防御力バフと敵に攻撃力デバフをかけるのに対して、有馬はここでもさらに自分に攻撃力バフをかけます。しかも高倍率の。そして連撃に次ぐ連撃、火力で、押し切るタイプですね。どれだけダメージが叩き出せるか楽しみです。今公開されている情報と実際に実装された時の性能は違っていますので、ここからさらに強くなるかもしれませんし、若干修正されて弱くなってしまうかもしれません。今回は以上になります。26日までにですね、新しい情報が出れば随時お伝えしていきますので、よかったらコメント、高評価、チャンネル登録の方お願いします。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。